はい、こんにちは。今回は、ビビドっていう、まあ、イタリアの川なんですけど、こちらを、ラインナップに加えることに、なりましたので、そのご紹介ですね。で、川が入荷したので、まあ、ちょっと 色が、まあ、ブラウンですね。で、近づくとなんか色が再現されにくいんですけど、実際の色はまあこんな感じですね。ちょっと遠目で撮ると、こんな感じの色ですね。まあ近寄るとちょっと微妙に色が変わっちゃうんですが、まあしょうがないので、そのままやります。でこういう表面がスクラッチ加工されていますので、まあ、近寄ると、ちょっとこうヌバックっぽい、感じですね。ですね、こういうちょっとこうスクラッチされている表面ですね。はい。まあ遠目で見ると、まあ、こういう感じで、ですね。全体像なんですけども、このような感じですね。で、この辺ちょっとトラメが見えますね。まあ、結構この辺使ってもいい感じになるんじゃないかなと思います。で、経年変化が結構これ面白いので、まあ何度か紹介してるんですけど、これが僕が今使ってるキーケース S ですね。で全然同じ革のように見えないんですけど、これがまあでもまだそんなに使ってないんで、もう本当に1ヶ月、2ヶ月は使ってない状態でこれぐらいまでいきますね。まあキーケースずっとポケットに入れてるので、ずっと摩擦がかかってる状態なんで、まあ育つのが早いっていうのもあるんですけど、非常に経年変化が激しいというか、面白い革ですね。で、スクラッチ跡も徐々に消えてくる感じですね。で、ほとんど、これ、特に何か塗ったりしてないので、まあ、ずっとポケットに入れてこう触ってるっていう、そういう感じですね。まあ、そういう、その経年変化が売りにもなると思うんですけど、この革。ですんで、その新品状態ですと、まあ結構人を選ぶのかなという感じですね。ただまあこの経年変化を、楽しめるということで、まあ、ちょっと面白い革ですね。で、一応2色展開しようと思いまして、これはグレーですね。で、グレーの革はあんまりそのラインナップにないので、もうちょっとこれを機に、ビビドのグレーっていうのも入れてみました。で、まあこれも、まあまだ使ってないんでわかんないんですけど、さっきのコインケース、あ、じゃない、キーケースみたいに、まあかなり濃くなってツヤが、まあ、ビカビカになるんじゃないかなっていう感じですね。まあ色的にはこういうこれぐらいが、まあ、多分見た目の状態ですね。で、あとはそうですね、厚みは結構あって2ミリ以上あるんですけど、まあブッテーロとかよりは柔らかい革なので、もうこのまま使っちゃおうかなと思います。要はブッテーロだと硬いので、元々の原元厚よりも薄くして使ってるんですね。まあ 1.7 ミリぐらいで使ってるんですけど、
まあこれはもうこのまま使っちゃおうかなと思います。裏側はこういう感じですね。でアイテムとしては、ペンケースとキーケース、ミンティアケースとか、まあそのあたり、を考えてます。はい、ということで近日中に、ラインナップに加えようと思いますので、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。